8番のプレイヤーはは発言してくださいださい、はい、おはよううございますそうですそでね、まあ、僕、よく言うんですけど、この超人気曲、ランダムシロ、盤面的によくあるテンプレの盤面というのが22進行だと思うんですけど、仮に22になった時に、まあ、安定で例のローラー、それは安定だとは思うんですが、レギュレーション的に占い進路高いことから、えー、全然初日から占い釣りありだと思ってます。 だから皆さん、まあ仮にこれはテンプリになったときっていう前提なんですけど、しっかり精査してほしい。例えば、例えば、が二人出たから、霊能どうどっちが偽臭さい。占いもどっちが偽臭さい。そして、例、えー、能の内訳は心境だと思ってる、心労だと思ってる。占いに関しても心労だと思ってる、心境だと思ってる。そこら辺の発言をしっかりしてほしいですね。だから この村って初日あのー、色が見れるのは特殊だからそこに関して人外が邪魔してくるかもしれないんですけどそれはそれで一つの情報品になると思うんで一番2隅からつっていく9番のプレイヤーは発言してくださいはい私占い師です占い師2番白2番白ちょチャットにも書いておきましょうかね西白これは補足って意味ですね二白ですはいこれはあの聞こえない人のためにねいきますね 8番さんに関して占い師決め打ちしてくださるのはとってもありがたい対抗のことは是非釣ってほしいんですがでも対抗を釣るんだったらグレーを釣って占い幅を狭めた方がいい私を死んで決め打ってくれる展開になるのであればグレーを釣ってください占い釣るよりも私的にはそっちの方がありがたいですってところだねうん、まあ、占い釣ることもあるとは思うんですがそれよりも私的にはグレーを詰めてもらった方がありがたい対抗のことは無視してほしいっていうところですね でしっかりえっ、ー、と理由もつけて、えー、しっかり考察残してください。霊能者の方は絶対一周目に出てきてください。一番のプレイヤーは発言してください。八番さん。 結構あの考察的にはあの白いいのかなと思いました、まあ,あそれだけなんで、えー、別に白黒とはつけられないけどもその中では白いかなと、うんえー。まあ主治キューバーさんに関してはかなり二生命が高いなというふうには思って ますうん、で八幡さんが言ってたことっていうのは結局あの振動目が高いんで,で振動ケアして、えー、グレー詰めればいいっていう話なんで要は<え>あの八幡さんはててん、えー、レイローラーして、えー、占い師決め打ちっていう盤面が嫌いだっていう話なんで、まあ、それはわかる。 それはわかるんだけど、だからそれに対して9番さんがあの決め打ちって、うん、決め打ちしてくれるのは太鼓を釣らなくていい,ていや、太鼓振動で老命の方が高いんじゃないんですかだったら9番、うん、さん人狼釣りたくないんですかっていうところで9番さんの視点が破綻しているんで、2>, <laughs> 2番破綻してますか発言してください。霊能引きました霊能者です、うん はい。1番さんは、まあ、超人気をやり慣れてらっしゃらないのかなっていう感じですね。うん。えっとね、9番さん目線、まあ、8番さんが言った通りに、まあ、太鼓を釣ってくれるのは、多分ありがたい。ありがたいとは言っていますよ。ありがたいとは言っていますが、9番さん目線、太鼓を釣ったとて、そこはね、あの、まあ、ほぼ狼が出てくるだろうという思考のもと、なんだろう。あのね、 それだったらグレー詰めてその対抗の相方軸っていう占い位置を狭めたいっていう話なんですよね。そう,そうだそうだ、うん、でそうだなまあ多分対抗はねほぼほぼ、えー、強靭出てくるとしたら強靭かなって思ってるのでまあそこ釣って色見てもねいいんだけど多分ほぼ白しか出ないので私は、えー、できるならグレーか占い結局占い行きたいんかい 結局売れない行きたいんかいグレーか売らない行きたいんかい3番のプレイヤーは発言してください はいはい、おはようございます。村人陣営です。えっ、ー、と、9番さんが2番さんに白を把握してます。うん、2番さんっていうのは、えっと、9番さんから白をもらっておきながら占い師をしてることから、うんと、どうなんでしょうね。まあ、心境なのかなって思ってる。うん。もし対抗が出てきたらね。うん。8番さん、1番さんね、えっとね、共にね、印象がよ良いんですよね。うん。8番さんとの進行論は、俺はあんま好きじゃないんだけども、8番さん自身の、えー、発言で、8番さん自身にプレッシャーがかかわる場面だとは思ってる。 うん、占いの精査と、プラスして、えっと、霊霊ってよくね、言われるんですけども、その、えー、真偽もちゃんとつけていきたい。八番さん自身の考察、かなり伸びそうやなと思ってる。プラス、一番さん、一番さんっていうのも、八、えっと、番さんはね、多分、印象いいと白いよね、うん。そんな感じで言ってる気がするんだよ。一番さん、雰囲気で白いよ、若干。<laughs> そんな感じかな。俺は絶対に霊ロラにしたい,い。色を出す占いは残したい。4番。 のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、4番です。よろしくお願いいたします。9番さんが2番さんに白で2番さんが例の c e というところって。うん、そうですね。まあ、2番さんに関しては対抗が出る前提の話だったのかな？っていうのは若干気になりました。はい、基本的には盤面揃ってからでいいと思ってますが、8番さんに関しては占いから言ってもいいんじゃないか？1番さんに関しては9番さんに少し触れたって感じかな？ なんだ9番あそうですね、1番さんに対しての指摘を2番さんがしていたので、その指摘に関しては2番さんは全うかなと僕は思ってます。はい。で、3番さんは8番さん、1番さんともに印象がいいといった感じでしょうか。うん <coughs> そうですね、僕はまだそこまで色々ついてないし印象もそれほどかなと思ってます。まあ、基本的には進行論の話だなと思っているので、うん、8番さんに関しては占いが日曜になった時にどういうふうに精査するのかっていうのが非常に気になっているかな。はいまあ、僕もただ3番さんと同様で霊能が日曜の場合は例の、えー、ラ,ラが安定かなとは思っています。はいまあ、基本的には盤面揃ってからでいいと思ってます。以上です。 五番のプレイヤーは発言してください,ださいあ。はい、おはようございます。村陣営です。まあ、そうですね。えー、まあ、そうだな。グレー精査。あまあ、いいや、まず占いかでいこう。占いの九番さんは別に。 対抗がいるなら、まあ、グレツって占い位置を狭めるっていうのは別におかしくないことだと思ってはいますよ、うん。別になんか圧倒的に偽っていう一番さんの意見と僕は違いますけども、圧倒的に偽って言い張った一番さんは、ヘイト、その9番さんに占われる可能性もあるってことじゃないですか。ヘイトを買う行為だからね、これって。だから一番さんは9番さんが真の時のリ,クスリスクも考えていないってことは、まあ、白なのかなと思って、一番さんは白置きしてますよ、僕は。 って感じで。で、普通に3、4は、うん、僕はヘイトを買いたくない印象がありますね。その、例のロ,ロラだったら、えー、2番さんが2戦目なのかっていうことも言ってほしいんだけどな、僕は。普通に僕、2番さんは俺、普通に、うん、あんまりよ印象はよろしくないんですよね。なんか、1番さんに対する指摘はあったけども、うん、それだけじゃん、なんか。うん。うんだから僕は、まあ、対抗が、対抗が、まあ、普通の発言だったら、2番さんの方うが2戦目に見るって感じなんですけど、僕は。 で3、4はだから、どこ、まあ例のドアだったら2番さんを、えー、と何、偽戦目、偽戦っぽいなと思うのかとか、そういうね、対抗出てないけど、こいつ、偽戦っぽいなみたいなやつはあってもいいんじゃないかなと思って、3、4は、その辺どうなのかなと思いました、ヘイトを飼いたくなさそうだなって思いましたね、えー、8はまあ印象がいい、1は白い、3、4が怪しめって感じで、えー、9はまあ、結構、芯高そう、2はあんまり、締目高くないって感じで、以上です。6番 はい、えっと、私、占い師で、えー、8番さんが白です。把握お願いします。8番さん、ランダム白です。把握お願いします。えっと、まず、なぜ誰も拾っていなかったのか分かんないんですけど、3番さんってめっちゃ広い把握漏れしてるんですよ、えー。2番さんが占いとして出てて、でなぜか、えー、9番さんと2番さんで占い心境という謎の発言をしてるんですよね、3番さんは、うん。そこの3番さんの発言を4番さん、5番さんともに、えー、誰も触れない。 これ多分3、4、5。この3年の中で絶対1人の私混じってると思っております。うん、2番さんは例の社 c をそして、えー、今この段階で、えー、5番さんもそうなんですけれども、えー、私の番が来るまでに2番さんの太鼓はいなかった。なぜそこまで2番さんの芯を下げるような発言をする太鼓が潜伏します。ああ、びっくりした。あバグか。ああ、びっくりした。何かと思ったよ。7番。いきなり何言い出すんだ、こいつと思った。<laughs> びっくりした。びっくりしちゃった。わーい、わい、と。はい。あ、あ、よろしくお願いします。<laughs> <laughs> なにこれあ、潜伏ですかあ、そうですかなごめんなさいあ、なにこれチャットなしですよはい、9番さんに送られちゃいますよはいなにこんな場合あ番さんで霊能が出てこなかった二番さん真確定なにこれ一番目、うん、グレーついで俺は3,4,5この3のうちどっちからと私は歩きスマホさんだったから違う三番さんに関してはハークボが広いしこれ四番は結局何これでもね、四番二番のことをまっとうかなっていうふうに言ってたんだよね でも、例のロだって言っていた。でも、3番のことは全く触れなかった。うん、そこはちょっと怪しめで、5番に関しては、1番さんのことを白きか。1番さん正直あんまり色見えてないと思って。<laughs> 何これ。うん、まあ、でも、8番さんが白くて、本当良かったと思ってる。うん。8番さん、白いです。把握お願いします。7番、のプレイヤーは、発言してください。えー、まず7番の長太郎です。よろしくお願いします。 まあ、霊能じゃないです。だから、2番ん霊能確定ですね。うん。<laughs> で、このバグは僕じゃないんで。はい。うん、そうだな。96占い師なんですが、うん、どっちかというと、俺的には9の方が新名あるのかなとは思った。<近>かな、うん。うん、まあ、グレーなんだけど、1番んはね、うん、確かに9からヘイトカウをーユしてるなと思った。オオカミだったらね、そんなに占い師にね、すぐ。 なんか2戦目がない。二 ?2 戦目高いとかいうことはしないかなと思ったから、1番さん俺も白いと思った。で、3、4が怪しいって言うんだけど、うん。俺は5番さんがね、そこが一緒だったんだよ。3、4が怪しい。8印象まあの印象は普通だったんだけど、5番さんは8印象よくて1は白い。その1は白いが同じだった。で、3、4怪しい、うん。4番は、まあ3、4は平とト買いたくない行為っていうのが、まあ5番さんからね、言われたんだが、それが一緒だった。 うん。だから5番さんは白いと思っていて、それを叩いた6番さんがちょっと2戦目が高いかなと思っている。うん。まあ、とりあえず、例の確定なんで今日はグレランですね。グレランだったらね、正直3から行きたいかな。うん。まあ、2周目の発言も聞くけど、3番さん四4番に相方言い,いそうな感じするけど把握もらったし。うん。そこだけかな。はい、以上です。8番。 俺3番さんだけは釣りたくないと思ってるんですけどね3番さんに関してはまあ僕とかと進行論違うっていう発言があったんですけど8番が印象いいっていうのはこれ僕が印象いいと思われたからじゃなくて3番さんが人外だった時に意見が合わないけどそこの良さっていうのを拾おうとしてるんですよ3、うん、番さんが人外だった時に僕とは進行論が違うので8番さんグレーですねなんていう安泰の発言の方がいいと思うんですよ 三番さんはその進行論違うのになんかその人の良さを拾おうとしてる、また一番さんに関してのフィーリングっていう結構、雑い白塗りなんですけど、三番さんの位置でもう結構、8、置を比較的印象がいい白目で見てるんですよ。三番さんっていうその良さを拾おうとしてるのが俺、めっちゃ白いなと思ったんですけど、う。ん で、4番さん、5番さんがその2番さんに突っかかってたんですけど、2番さんの発言から、結果、2番さん、真なんですけど、あのー、対抗どうせ出てきても強人でしょと、だから強人になって釣る必要ない、復活から潰したいっていう発言、俺、真感情だと思ったんですけどね。うん、だからそこら辺、四4番さん、5番さんとは意見が違う、6番さんに関しては、4号に突っ込んだところっていうのは、え一緒なんだが、ちょっと目線が違うんですよ。 その2番さんしか出てきてないのに2番さんを叩く必要がない。ただ単純に4番さん、5番さんの感情的には2番さんが偽っぽく映ったんじゃないですかっていう。そこの意見が違う。ただ4番さん、5番さんに関しては俺もおかしいと思った。7番さんに関しても6番さんが偽めだと思うのであれば、今日は安定でグレランですね。いや、俺は6番さんから釣ってもいいと思うんですけど、この発言を持って9番さんが俺がライン切りしてるとでも思うのであれば自由に俺を占ってくださいっていうところかな。 7番さんが6番さんを2戦目で思ってるのに6番さんからいけない。確かに進行として、えー、9番さんを真で見るのであれば、占い師を狭めたいっていうような発言はあるかもしれないですが、どうしても占い,い今日6番さんつって、例の結果黒出たら、9番さん真決め打ち進行でいいんですよ。めっちゃ強いと思いませんか9番のプレイヤーは発言してくださいあのね、8番さんどうしても占い釣りたいマンなのかな確かにありがたいんだよ。1番さんも聞いてる。ありがたいんだけど、 例えばさ、じゃあ6番さん釣りましたってなった時にさ、カレイド視点で考えてほしいんだ。カレイドってさ、2番と9番どっち守るって話なんだよね。うん、で、どっちか抜かれたらきついんだよ、どっち道。だから、あの6番さんを偽で決め打ってくれるんだったら、あのグレーに詰めた方がいい、それだったら。なおのこと。6番さんはその釣るべき時に釣ればいいから。っていう感じ。OK? ってていい。うに考えてほしいあの噛まれる可能性高くなっちゃうんだよね6番さん釣っちゃうとでそうなるとさグレーの不毛な殴りが始まっちゃうんだよねうん8番さんはね対抗の白なんだけどすごい白いなと思った、うんまあ、3番釣りたくないっていうのもすごく確固たる意思が見えたしね。7番さんは6番さんに安易に乗った感じがしたよねで6番さんはさ345に陣害と言ったけどさどういうことって感じだよね 3がおかしい発言して,してるんだったら3人外って言えばいいじゃん。んあなた目線人外多すぎない。3の,人あの言葉を拾わなかったから4号も人外ってちょっと無理があるよねで。しかも8は白くてよかったって言ったけど、あなた目線白確定なんでしょうよかったなんて言わないでしょ白ですって言,言い切ればいいじゃん。白くてよかったって何なんですかって感じ。で、えっと、2、えっと、それはいいわ。えっと、 1>, で1番さんにしっかり伝わってほしいな占い確かにね人外つってくれたらありがたいんだけど今説明した通りあり対抗を釣っちゃうとねあの実はきつくなるんだよねっていうところなんだよねで6番さんのことは狼で見ててで3人ねそんな集中放火しないと思うから4号に相方いるんじゃないかなと思ってるただ7が相方の場合は3二6七で2人とも安易に3を釣りをしてるな納得な気がする4か5どっちか行きたいかなと思ってる 4かな。延長した割には中身薄かったから4から行きたいかな。1番のプレイヤーはめちゃくちゃ、うん、6番さん言ってること全く正しい。3、4五怪しい。で、9番さん4五どっちか、うん、じゃあ変わらないんじゃないのって話。うん、えーっと、正直9番の2戦目が0。 対戦名がゼロにてりて,ても6番の対戦の偽塗り、あと9番の視点ってやっぱりおかしくて、えー、占い師っていうのは噛まれた方がいいんですよ。例えば6がオオカミで釣って黒だった。じゃあその時カリウが困って25へして9噛まれた。じゃあいいじゃんっていう話。何にも情報残念。それで人狼連れて。<laughs> もし噛まれたとしてもで、一時の連れてるから、偽が連れてると分かってるから、それで白だっていう要素は分かってるわけだから、そこら辺のことがやっぱり分かってないっていうのと、やっぱり初日の発言から聞いてても、あとそう、ギューバ馬の偽目っていうのはもう一つあって、えーたあの、対抗が出ることを、あのー 前提での話してたんで、対抗は釣らなくていいって話してたんで、でっやっぱりそ,そ,れ,それは対抗は出るっていうことは分かってた。やっぱり偽物だからっていうことでした、うん、で、さらに言うと、9, 9番のやっぱりおかしいのは、まあ、2番、正直、ちょっと2番の方が経験不足だと思うんだけども、うん、自分がもし新占い師の視点であればあの、絶対に偽を釣りたい。うん 新郎盤面が高いんだから聞け話聞けよお前はな,なんでローを釣りたくないのってで死んだったら噛まれればいい本当に噛まれたくないわその方がグレーに名を使えるんだから、うん、し例えば6番釣って白出てグレーに9番噛まれたとしたらどっちが新境がわからないんだから噛まれた方がいいんだって名を使えるんだかー PP もないし九、うん、9, 9番行きたいぐらいらえ何言ってんだ 2>, ?2 番 じゃないのもう一番さん釣りでいい。一番さん残してても多分もう無理だ。<laughs> 何を言っても多分もう、この人は感覚を変えないし、多分ね、無理。一 <laughs> 番さん釣ります。はい、で6番さんに関しては、いい3番さんが多分把握もをしないと思う。あのね、多分言い間違いだと思うよ。私のことを占いで出てきたって言って。 二級新境って言ったかなサンバさんは多分把握漏れじゃなくて、言い間違いだと思うけどな。私はね。で、えーと、例えばサンバさんが仮に、えー、把握漏れじゃない言い間違いをしてたとして、えー、4号指摘しない、3、4号人外。いや、もう精査が雑すぎる。<laughs> 精査が雑すぎる。でね、えっ、ー、とね、8番さんに関しては白いなと思った。明確に白いと思った。うん。えっ、ー、と、興味もないし、 えっとね六番さんが例えば、えー、人狼類出てきてそして八番さんっていうのを書こうかって言われたら絶対書こうはないと思うから八番さんはもう場面的に白でいいと思う。うん。あ八番さん初週から白く見られてるしね囲う意味が全くない。でえっ、ー、とねもう一番さんずりでいいです。<laughs> でカレードさん出てきてください。カレードさん出てきていいと思います。うん、はい。それも言って欲しかったい。いやありがたいね二番さん。えー、もうもう申し訳ないけど出たので白角作って噛まれてください。はいもうそれでいいです。 えー、で、今のところ6級だったら木場さんの方が締めです。6番さんはグレー考察雑すぎます。えー、でね、4番さん、番さんに関しては、私のことを最初殴りつつも、1番さんの指摘はまっ、あ、結局何が言いたいのか分からないし、1番さんに関してはもう釣り位置も上げてないし、えー、とね、3番さん、番さんに関してはね、1が雰囲気で白い。うん、まあ、分からなくもないけれども、 ちょっと甘い。ただ、フィーリングっていう言葉を使う人は割割、割と私は白い白いっていうか、うん、村かなと思っている。もう1でいいです。以上。<番> <laughs> よかった、2番、味方ねうん。発言してくださいいし。二番さんが一番さん釣りをしたいのは分かるんだよ。たぶん、一番さんが仮に村だとしても、まあ、狼もしくは巨人だったら大ラッキーなんだけど、うん。 そうだとしても勝ちに導けないからって思ってるからでしょ。うん。分かるけど、俺は一番さんはね、相 <laughs> 変わらずね、八番さん最初だね、一、うん、番さんはね、<laughs> 黒くは見れないんですよ、<laughs> どうしても。うん、<laughs> で、えっと、俺ね、ハ握クモルモ何もしてないはずなんだけど、うん。 2番さんがなんか霊能で出て、加工割りで霊能で狼で出ないから、多分ん心境なんでしょうってあのうちで言ったけどね。2番な,なんて一言も言ってない。わかるかな、<今>6番さん。うん6番さんがねもし死んだったらマジでしっかりしてほしいと思ってる。4じゃない、相方、うん。番6番さん超ぶったたかれてるけど、俺までは正直わかってないからね。9番さんが割、うん、りかし死ん目かなって思ったんですけど、最後4釣りをしたのはちょっと微妙やと思ったの。マジ、うん、?4 だと思うけどね。っていうとこかな。うん。 俺は2番が霊能で出たっていうのにちゃんと言ったと思うけどね。だから4、5番も何も言わなかったのよ、そこに対して。あなた自身が聞き間違えてるっていうふうに思わないのって話ね、うん。そこに愛に乗った7番さんも若干怪しく感じる。でね、えっと、4番さんを超人として釣りたいんだったらまあいいんだよね。俺4番さんが一番超人名があると思ってるわ。で、5番さん、7番さん、どっちかに人狼がいると俺は思ってるよ。7番さん、6番さんに対して単に乗っただけ、うん、完全にね。 で5番さんっていうのは、俺と8番さんと1番さんの見方に似てなかったか。うん、8番は印象がいい。1番さんはまあ白いやな俺はフィーリングっつったけどね。8番に買いたくないって言うんだったら4番さんじゃないのって思ったよ。81、う、さんに対してまだ分かんないって言ってないよ。うん、俺は5四番。のプレイヤーに発言してくだ白い,いな、はい。発言します。えっとですね。<laughs> 占いから行きたいって言ってる方に言いたいんですけど、まあ、僕も基本的には進路だと思ってますよ。進路だと思ってますが、信教の可能性も十分にありませんか。例えば6番さんであれば、3、4、5と広く、えー、と人外がいるんじゃないかっていうあたりは、共鳴にも見られると思うんですけど、確実に進路だと言い切れるんだったら、占いから行ってもいいかなとは思いますが。 はいでえー、2番さんは1番さんを釣りをしていたが、1番さん91であればまずないですよね。で、61も露骨すぎてないと思ってます。で、2番さん一1番さん強靭と言っていたが、1番さんが強靭であれば、<え>ご主人様ん釣り殺そうとしている行為になるから、<え> 1>, 1番さんの共鳴もないと思っているので、<laughs> 盤面的には1番さん白いと思ってます。はいかな。えっ、ー、と、8番さんに関しては皆さんおっしゃる通り、僕も8番さん白いと思ってます。かなー 3番さんに関しても、そんなに引っかかる発言は僕はなかったし、まあ、僕を強塗りした意味がよくわからないけど、うん、引っかかってはそ,そのくらいで、そんなにあとは気になるところなかったから、現状、僕も5番さん、7番さん、どちらかでいいと思ってます。はい、1周目に関しては、場面揃わないとなんとも言えないかなと思ってるし、1周目の発言だけで僕は精査できないと思っている、占いの審議もつける必要がないと思ってます。 盤面的に一番三白いから一番三釣りたくないかな。はい。で、三番三も一番三釣りたくないって言ってたから、うん、そこの目線も一緒かなと思います。なので、現状、5、7どちらかでいいと思っています。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。あ、6か、6に、じゃあ6かばうわけじゃないけど、僕に黒塗りしてきたから6はまあ、ちょっと嫌いやいやだけど、かばうのは嫌だけど、ま一、あ、つ言うと、3、4、5に1ルフがいるって言ってんだよ、6は、うん。9から始まったけど、 3、4、5に一リフがいるって言ってるの、別に6の精査は別におかしくないんだよ。3が、だから要は、まあ、おかしいな、発言して、で3はなんか否定してたけど、普通に売らないって言ってたよ。急に売らないって言ってたから。うんまあ、それはどうでもいい把握漏れだったから、俺はしてきてなかったそれだけ、えー。3はちゃんとあの把握漏れ、把握漏れっつうか、言い間違えをしていた。うん、でだから、まあ、6の精査は別に間違ってないと思うんです、僕は。はい、だからいや4、5に、だから3がそういう把握漏れをしたから、3が黒い。 で、うん、3が1ウルフの可能性。で、3がウルフじゃないんだったら、4号がそれに指摘しなかったから、ヘイトを書いたくないオカミってことで、4号に入れる。で、どういうことでかそん理論がよくわかんないよンンののは。はい。だから僕は6はにおかしいと思うけど、おかしいと思う9に対しても、まあ、9が真である、九、うん、が2世なら、そのまま6を押せば、流れに乗っかって6を押せば、正直占いは、どちらも真名要素がある、うん。6の生産は別に間違ってないと思うよ。 とだけは言っておくかなでまあグレーは俺は3、4普通に怪しいと思う。3はだから3、4さ言うけど5ならどっちが釣りたいのうん。どっちも黒く見て何なのって感じ。で普通に3はちゃんとどこは白いかとかちゃんと自分の意見を述べてたからまだいい。4は3の丸のっかりで白一黒一全部丸のっかりじゃん。僕は4を釣る。4一本で釣りをす。うん、うん。4一本してカリウドケアはしない。なぜなら僕がカリウドだから。以上。6番。プレイヤーは 発言してください<言>ああもう出ちゃったのまあ別にいいけど。うん俺さ34両狼かなって正直思ってる。9番さんこれ強人じゃないかなうん。霊能者の2番さんの太鼓が出ないっていうのは9番さんが強人として占い出ているから、えー、霊能太鼓狼が出れないんじゃないかなって俺正直思った。あのね3番さんさ4番さんのことをさううと <laughs> 強人目があるって言っておきながら結局釣り位置を5番さんと7番さんに向けてるんだよね。 まあ、それちょっとおかしいじゃん。おかみしよう,、ね、もう4番さん。人外としよててったらん。番さんでいいじゃん。で4番さんえ結局、俺の強人目が分かっておきながら、一番さんの強人目も追っている。<れ>じゃあ、四番さん目線、結局、占いって神動なの、新経なの、分かんない。分かんないのであれば、えー、その乗っかって一番さん釣り持っていけばいいじゃんと俺は正直思ったんだけれども。七占いていいなで。結局、四番さん、投げられ、五七、どっちでもいいっていう発言。つい <laughs> 今日、三回読んで集めませんか 672狼かもね。4つって7占いでは勝ちだね、これ。7番のプレイヤーは発言してください。さいはい、2週目ですね。うん、やっぱね、占いはね、またなにかばくが起き大丈夫です。のこのバッグを切るの。<laughs> で、まあやっぱね、9番、6番さんだったら、やっぱ9番さんの方がシミに見える。うん。 まあ、あんまりみんな占い精査してないんだっと思ってた何か <laughs> のワー組俺ね何だっけ、誰が言ったんっけ ?4 番さんか。4番さんがね、1の興味はないって言ったけど、俺、2番さんと同じで1番さん興味あると思うんだよな。うん、だから俺は1番さんもしくはあ、5番さんから言うとね。で、1番さんもしくは3、4。占いだったら6番さんから行きたいかな。8番さんに言われたけど。うん、別に占い行ってもいいけど、例の確定してるし。うん。 普通に集まってグレーに集まりそうだよね、この流れ。うーん、4番さんは3の便乗ってことで叩くんでしょ、6番さんは。うんー、それはわかるからな。うーん、でも俺は9番さんの方が、うん、新名あると思う。じゃあ4番さん入れますね。投票を始めてください。4位入れて7占らないでいいね。歩きスマホ、大丈夫です。歩きスマホ大丈夫じゃないから、危ないから。やめて。 何の大丈夫だったんだろうねこれだって2日目のオオカミチャットっておとつないのな何なんだろうまあた7つり7番のプレイヤーは発言してくださいつられちゃいましたかはい6番さんはあれ6番さんって3音疑ったっけ6番さんって やっぱね、俺9番さんの方が新名あると思うんだよな。で、2番さんは相変わらず1番さんに入れてる。7、3、9、3番さんと9番さんが4番さんに入れてるのか。3番さんって4番さん、4番さん共鳴って言ってたのか。それでやっぱ4番さん、え、3番さんって4番さんに入れてんのマジか。3番さんって5番と7番って言いましたよね。でもし5番がカリーだと分かったから、俺に入れるはずじゃないんですか。そこで俺を白く見たんかな。それはありがたいんだけど。 1458かミキュ神シンの一狂人だと思うんだけどな、うん。相方は3が4に入れてんのか。そこがわかんないなさんッたんちょっと。夜が来ました。目をメオトください,占い師目をえい 朝が来ました。昨夜死んだのは。五番。六番。のプレイヤーは。えーっと、三番さん黒でした。えー、九番さんが四黒。うん。これ三四両ローなんじゃねえの。九番さんこれ狂人に誤爆してんじゃねえの。って俺正直思うんですけど。 7番さん白でした。当たり前でしょ、そんなの。俺、ん、俺バ番さん、白だと思って。正直ね、あのムーブはね、ちょっとね、うーん、残念な感じがしたけどね、俺、7番さんがバリバリ白要素に感じていたから、7番さんって元から占うつもりなんて全くなかったんだけどね。どいやね、これね、とりあえず俺としては3番さん釣ってほしい。うん 俺3、4ついきり俺正直勝てると思ってる。そんぐらい3、4の両両両も黒かった。昨日俺がなぜ3番さんを入れたかっていうのは、ちゃんとあの7番さん把握もらいかな。俺ちゃんと3番さん4番さんどっちも黒い、黒いって言ってたんだよね。俺うん、正直俺、4番さんつでも3番さんつでもどっちでもいいですよ、俺。はいああ3番さんつったら私のシーンがわかるんで、2番さん結果見てくださいとしか言いようがありませんね。はい、3、4ついきで勝ちだと思ってます。8番。 ね、でも今日どっちを釣ろうが2番さん噛まれると思いますけどねそこの審議については分からないと思いますが 3>, 3番さん黒か3番さん初週の段階でその8と1の良さを拾おうとしたから3番さん黒に見えなかったんだよな別に2周目の時点でも正直そこまで黒いとは思わない まあ別6番さんに対して叩き返しをしてたかもしれないが、まあ、そこら辺は3番さんが言ったかどうかなんて俺は覚えてないし単純に3番さん目線に熱動しないでっていう3番さん自身は言ってないと思ったから6番さんに叩いたのかなっていう印象4番さんに限っては、えー、57どちらか釣りたいまあ2つ挙げた点では役ケアしてんのかなと思ったんだけどその視点として3番さんが白い1番さんに関しても、えー、人外目はないと思ってるそこの視点一緒だったんだよな 3、4、うん、ローロー。3、4ローロー。3、4ローローとかある俺ないと思うんだけどな。7番さんっつったのは、7番さんが、なんだろう。すっげえなんか9番さんにすり寄りしてんのかなって思ったのと、比較的意見が6番さんの まあ結構便乗位置だったから便乗位置が黒いかどうかというと分からないんだけど正直結構34って釣りやすいところを釣りに行ったのかなと思って7番さん黒いなと思った、うん、俺正直3も4も両方その4番さんの3と1に対する精査で3番さんに関しても初心の1周目の段階で、えー、その村の良さを拾おうとしてるところが両方人狼っぽく見えなかったからうん今日3か4ですよ今日3か4 でも現状9番さんを真に見てることから、9番さん真に見てるんで、発言聞きますが4番さんに行こうかなと思ってます。以上。9番のプレイヤーは発言してください。<laughs> まず8番さんに関しては占い必要ないと思いました。4番さん占った理由は、昨日もちょっと、ちょっとだけ触れたんですけど、4番さんはね、えっと、なんていうかな、ヘイトを飼いづらい感じだったよね。昨日言ってないか。 えっと、まず2は対抗を出る前提で話してたって言って、2番さんに雑にヘイトを向けた割には2番さんの精査がなかった。そして延長した割には、えー、レーロらしか言わなかったっていうところ。で、なんとか発言を伸ばそうとしていた感じがした。で、昨日は3番に丸のっかりで、57でいいと思ってると言って、3番への精査も少なかったし、57への精査も少なかった。これが狼目に感じた。6番さんに関しては、えっと、345に人外がいる。3、えっとね、誰だっけ ?5 番さん ?4 番さん言ってたっけな。 3、え、じゃあ、誰だっけ忘れたけど、3が村だったら、それを拾わなかったら4号が狼って言ってたけど、4号が狼なら、なおさら3の出現拾うでしょってところで、3、4、5のどれかが人狼、あの、狼っていうのはね、さすがに無理がある主張なんだ。うん。だから、えっと、6番さんはね、3を黒く仕立て上げたかったっていうのはわかる。が、えっと、相方も含めないとやばいと思って、とりあえず適当に4号にも狼いるんじゃないかっていう風に、安易にこう、広げたんだよね。 で、3に黒塗りする準備をして、えー、相方もちゃんと触れるという形が見えたから、えー、4を占いました。やっぱり4黒でしたね。で、それからさ、6番さんはさ、私が占いで狂人で出てたから、えっと、狼は出れなかったって言ったけどさ、だって、3、4両方とも2億が見るんだったらさ、だって、9番占い、2番例の。なんでこの時点で私が狂人で出てることが分かってるわけ しかも2番さんに白で出してんだよ。この発言おかしくない ?6 番さんの発言おかしいよね ?1 番さんおかしくないねで、しかも3、4、2、狼で見てるんだったら、じゃあ4番さんずりも飲めるよね ?6 番さんの目線。じゃあみんなで4番さんに投票しよう。ってことだね。で、2に色見てもらったら分かるって6番さん言ってたけど、2は噛まれる。そこのステン漏れもある。今日は読んでる。 かなり新名がったなと思います。まあ、そこは一瞬で申し訳ないなと思いました、まあ、ただ、一番教授に見てる人は、まあ、ガンガン行った方がいいかなというとだろです。教授にです、ね。教授に行お前が自分かに行けいです。7番に投票した人どこですか ?1458 です。34ローローは絶対ないんですよ、うん。3か4の盤面だったんで、えー、4番 3, 3番さんは4番さんに投票した人か しててるるんんでではもう切れれすよこれ、うん、そこまでしっかり精査してほしかったなとは思いますけどね、9番ーーさんには。なんでまあ今日は4番さん釣りなんですけど、うん、で34ロロであれば7に3を入れてるはずなんで、えー、正直、 俺は占い師振動で。サイン音は切れてるなんて、精査してどうすった。<laughs> 太鼓の音をかに見てるのに。で、6万ん興味が非常にない、少ない。うん、理由としては白かった8万んに白売打ってるから。 これはかなり強靭目はないなと思ってたんで、新目が高いなと思ってました。うん、っていうか、6も9も盤面が見えてるでなおかつ、占いの出し方、3黒、4黒ってほぼ同時だったんですよ、うん。これ、強靭だったら誤爆する可能性あるんですよ。角黒になる可能性あるんで、えー、ずらしてくると思うんですけど、そこに関してもずらしてこなかったということは、占い師の。 が新労が高いということなんで、うんまあ、どこに今日人値がいるかというところで、それは分か,ら分かりませんがあ、まああ、少なくとも今日4つれば PP はないと思ってます。うん、いいよ。いい一、うんまあ、!158 がいいぞ、まあ、自分を入れてはいるんですが、まあ9の心めも高くなってきたし、今日は4つでいいと思ってます。はい、えー、次どうぞ。2番。 四つ,、ね、つります。6番さん目線おかしいんだよね。9番さん強人として3 4ロロで考えたときにどっちからでもいいよって言って、例えば4番さんが白で1番さんが黒の可能性を全く考えてないんだよね、あなた目線。し,し,したら34どっちでもいいよって言って、4番3から言って四番さんがあなた目線村だったら PP なので、もう全く芯は置いてないです。はい、9番さんが芯で4番さんが黒。 まあほぼほぼ4六朗朗だと思うんだけどね。うんで8番さんから興味もないしまあ1かな加3かなと思ってるけれどもまず6番さんの強人って自分が強人だったら9番さんに強に塗りしてくるかなと思ってあくまでも進路に見せたがると思うんだよね。うーん。 うーん6番さん自身が強人んで9番さん今日で3466なんじゃないっていうメリットってないと思うんだよねだから6番さんオオカミだと思うんだよね46じゃない普通にえ4番さん釣って6番さん明日釣ってください,い,いえー、でもしねえっ、ー、とね、えー、4番さんがあのー、何白だったらね是非私を残してみてはいかがでしょうかオオカミさんといったところうーん 誰も4番さんつって6番さんつります。以上です。3番のプレイヤーを発表してください。はい、占い結果を把握してます。今日4番さんをつります。昨日4番さんに投票した理由が5番さんがカ人ドだったからですね。4番さん、7番さんで発言を聞いたところ、うん、そこで比べると普通に僕は4番さんをつりたいなって思ってました。えっと、僕は僕自身のね意見で、うん 8番さんは最白だし、1番さんは、2番さんがね、あの位置でね、うん、釣りたいなって言ってる以上わかるんだけど、俺は釣りたくないとは思ってるよっていう話ね。うん、俺、村だと思ってたからね、1番さんは。うん、<laughs> に対して4番さんが5か7って言って、結局4番さん7に行ったんですね。4番3に力を入れてた。うん、いや3番4強人ですよね。4強人ですよね、うん。で、6番3、6番だから4番さんに昨日行ったんですよね。 うん、4と7で比べたら明らかに4番さんは黒かった。うん、で、プラス6番さんの今の発言、もう、うん、散々ね、多分ん3、4回ぐらい繰り返すことになるかもしれないですけど、うん、6番さん目線で3、4どちらにやったら今日4番さん入れて予想したら、うん、3、4黒とか追ってんだったらね、うん、強靭 ?1 じゃない <laughs> じゃあ4番さん行ってね。一強人7番さんに白結果が出てて、3、4どっちでもいいって発言、普通しないでしょ。 うん、で6番さんは9番さんを強人でもいるんですかねこれ1番さんが言ってましたかね強人だったらあの黒打たないでしょ普通に。白打つでしょ。1強人462、ねうん、狼オじゃない ?7 に白結果出てて、うん、まあ9番さんがね、うん、<laughs> まあいいや。<laughs> であとまあ2番さんが。うん 色を一番さんなんかわかってなさそう。なんか出ない方がいいとか思ってそう。今日四4番さんに投票してください。4番さんです、ね。以上。まあしかも占い釣りたくなかったっていう。い釣りたかってたです。はい、発言します。今日は3番さん釣ってください。サンキューローローだと思います。昨日僕が強人性もあるんじゃないかっていうのは一つの例です。振動で皆さん6、えー、7強人だった合出てるだろう発言をし。ただけですね なならあんなに占いき今日の2日目の占い結果など見て、えー、と振動だと思います。で、僕は昨日三3番さんに便乗していると言ったが、僕は1番さんを白く見た理由を明確にちゃんと自分の発言で述べてますかそれは便乗だと言われるんだったら、もうどうしようもないですね。で、僕は昨日五5、えー、三番さんとは理由,理由というか、えーと、発言は違ったが、1番さんを白く見たから、3番さんを白く見た。 なので、えー、と残り57どちらか。結構5番さんが仮リドだったから7番さんに投票したというくらいですけど。なんで57で見たのえー。はい。で、僕は3番さんを白く見ていたので、3番さんの、えー、黒い要素っていうのは実はほぼほぼですか黒いっちゃいられないの。うーん。かな歩きスマホバグですね。 で、9番さんに言われたんだけど、すみません、延長する癖があるんです。ついつい延長しちゃうんですね。それで発言が薄いと言われても、延長ただ押してるだけなんで、そこで黒予想とは捉えないでほしいかなと思ってましたけど。はい。だから、それは9番さん、ちょっと雑かなっていう感じですね。アンクロ上げないのあ6番さんの芯がないから、僕釣りって感じですかアンクロを上げればいいのに、そんな。 難しいなあ3番さんの黒い要素を見当たらないっていうのが正直なところです僕とり飲めません今日3番さん入れてください以上です4つだありえんオじゃないべ 四番。一票3。プレイヤーが選ばれました。八番狂人かこれ。四番。のプレイヤーは。発言してください。さいはい。ええー。七番さんで狂人が落ちてなければ、PP ですかね。うん、申し訳ない。 3番さんの黒要素というよりは自分の白要素を上げたかったが「はあ、ヘイトを買いたくない」って言われたらもうどうしようもないですね。で2番さんに言っとくと僕で白結果が落ちようか黒結果が落ちようかこの先噛まれるのは2番さんなら間違いないですよ。とだけ言っときますね。はい、以上です夜が来ました目を閉じてください 1>, 1が狂人だから怖いんだよな <laughs> 1がリア兄だから怖いんだよどうすっかな6裏乗った方が新名取られるのかないや迷うなこれあ相方太鼓のことは狼に見てるからあっオッケーオッケーでいいか 必要ないけどなんかこれで2攻めとか言われそうな気がするんだよね一番当たりから。安定は1占いですね。 来ました昨夜死んだのは2番3番のプレイヤーは発言してくださいはいロクロ、まあそうでしょうねうんで昨日八番さんはんで俺に言ったの <laughs>、ね、あんまり言いたくなかったですけど八番さんは強じかなとも若干思ったうんね、うん えっと、昨日の時点での発言でね。うん。めちゃめちゃ白かったんだけど、初日にね。えっと、3黒、4黒って出されてる状態で、3、4どっちを釣りたいかって言わなかったんですよね。うん。八、うん、番さん、もしマジで村だったら、なんで俺に入れたのか教えて、うん。今日6番さんですね。はい、6番さん行って終わりです。ああ、うん。俺、8がマジで村だった時に、俺がね、8番さん、だって、さ俺のこと、 結構白く見てたじゃん。うん。そういうふうに3黒かーってなって、俺と4番の発言聞いて、で、しかもなんで昨日4番に入れあの俺に言ったのっていう感じだった番さんもし村だった時にね、うん、変に俺つられたらまずいと思ったから言わなかったけど、今日6番さんですね、以上六6番のプレイヤーは発言してみます。まず、さんまさん、なぜそんなに八番さんのことを狂人なの,かなのかなって言ってるのかな、狂人を探してるのかなっていう感じです。はい。 マン、えー、さんはまず占った理由としては、マ、ま、ン、あ、さんは俺、強人だと思って占ったんですが、まあけまあ、多分、素人て出るんだなと思ったら、この人、黒でした。はい。強、えー、人、多分、落ちてるでしょう、どっかで。八、う、万、ん、さんがなぜ、えー、昨日、4ではなく3を入れたのかというと、私の方を信として見たからでしょう。という感じ。マン、ね、さんにも反応しておきますけど、私し昨日、3、4人狼。 人々で見たのが適当っていうふうに言われたんですけど、私、初日の2巡目でちゃんと3番さん、4番さんのロロっていうのは、ちゃんと言いましたよね。3番さんと4番さんが、初日のまず2巡目の時でも、4番さんの発言とかも全然おかしくて、3番さんの発言とかもおかしくて、5番さん、7番さんに釣りを持っていこうとしたところ、3番さんの4番さんのことを強人目があると言っておきながら、今度は8番さんのことを強人おきした。強人探してる狼にしか見えません。今日は3番さん釣りです。 よし8番のプレイヤーは,は発言してください。浜さんに入れた理由単純ですね。4番黒すぎてこれ狂人やろうと思った。だってさ。64人陣でさ。6が3に黒出してるんでしょ？黒すぎて強て4番さんが3の黒いや言えないってどういうことよと思ったんだけど。 3番釣られるぐらいは自分が釣られていいと思った、強人だと思った、だから3番黒だと思った。三番さんに関しても、5番が狩りだったから4に入れたって言ったんですよ。4と7精査したときに4の方が黒かったって言ったんですけど、4番さんのあの時点での黒要素って何だったんですか ?7 番さんに関しても、比較的6番さんと便乗1で3、4と釣り置を上げてるんですよ。4番さんは、役権も含めて5、7と上げてたんですよ、あの時点では。で、7番さんは3、4で上げてたんですよ。 4と7で精査した時に4の方が黒かったって何ですかねと思った。そして4番さんがあまりにも黒くなりすぎてたことが4番強人だと思った。3番さんの黒理由言えないな。うん、これは僕が釣られて6番が釣られるのか。4番さんが強人だったら、えー、自分が釣られてその後真っ黒になって6番さん釣られればいいだけだと思ったんですよ。単純に。 だから4番強人と思ったから4番なんか釣る必要ない黒いところ釣りましょう。3番さん釣りに行きました。3番さんの黒理由が5が狩人だったから4に入れた。4と7精査したら4の方が黒い。4番さんの黒い理由は何だったんでしょうか。4番さんの意見というのはあの時点で3と1が白く見える。だから5、7から行きたい。と、うん、いうところ。7番さんに関しても5番さんが狩りだった。だから3、4から行きたい。ここに対してはそういうのはなかったと思いますが。 4と7は4の方が黒い。4と7は大したそありません。そして4番さんが黒すぎたほど、4番さんが釣られて6番さんさえ釣られれば、これで、えー、勝ちなんですよね。だから4番強人だと思ったら4番なんか釣る必要ないと思いました。3番さんいきます。九番のプレイヤーは発言してください。まず、えっと、 1>, 1番さんに言っときたいんだけど、3番さんを釣ってる余裕はないからね。8番さん多分狂人だろうから、今日は6を言ってほしい。p p を来ちゃうからね、3釣ったらね。で、黒すぎて狂人って何もう8番さん狂人でしょ。うん。黒すぎてね、黒いって狼って意味だよ。何黒すぎて狂人どういうこと狼すぎて狂人ってどういうことだよって感じだよね。で、まず6番さんを占う理由はなかったあの、必要はなかったんですけど、でも対抗のことを、えー、狼で見ていて、なおかつ8番さんの昨日の3番さん投票は狂人だと思ったから、 えー、6番さんを占いました。6番さんは私のことを狂人だと思ってるので、私を占ったんだね。面白いね。あなた目線1番さんを占った方がいいじゃん。狂人で見てるんだったら。私のことを狂人で見てるんだったら、1番さんの色気になるんじゃないのなんで私を占ったのっていう視点が欠けてる。で、それから4番さん自分のさ、白要素ばっかり上げてたよね。で、結局3番さんの黒要素も上げられなかった。しかも6番さんの新名も上げられなかった。自分と私の話しかしていなかった。4番と9番の話しかしてなかった。これは完全な クロースだよね。で、6番さんのクロースを改めて言っておくと、3、4、5に人外って言ったんだよね。うん。改め線3番さんオオカミって言い,言い切ればいいのになぜ4号含みなのか。なんでかっていうと、4号のどっちかに相方がいたから。だから安易に入れてしまった。それが4、えー、4、6のライ,ンラインだよね。 とところだね。で、それから6番さんは、えー、っと、9番が狂人で占い出てるから3、4は出れなかったって言ったけど、これも無理がある理論だよね。無理がある理論。えー、っと、なんでかというと、私が出て2番さんが出てる。1、1の中で3、4が出られなかった。この視点はよくわからない。今日は3番さん釣ってる理由はない。もう今日は6番さんに投票して、今日は全員6番さんに投票して。うん。で、8番さんに関しては、えー、っと、私と6番さんの精査がない。これがやっぱ狂人だよね。何でもいいからとりあえず3釣っちゃえっていう。 視点がやっぱり強靭だと思う。今日は6つって、絶対に6ずりでお願いします。サンバーさんつってる言わない。今日は6ずりでお願い。これで終わらせよ1番のプレイヤーは発言してください、まあ、ここまで来たら、うん、もう一回、決戦したいと思います。え ?6 番と8番は3番投票してください。3番、9番は、うん、6番を投票してください。いやー、これ殺しとくべきだったか、初日に。聞けばいいんじゃないですか <laughs>、うん まあ、確かにサンキューローローのね、八、え、番、ー、さんに言うのも分からなくはないから、もう一回発言聞きますよ。うん。うん、全然、うんまあ、36で決戦投票した方がいいんじゃないですか、うん、やばすぎる、まあ。こういうね、あのー、価値格盤面みたいなところでミスしてね負けるっていう、ボンミスして負けるっていうのは非常になあなたのせいで負けるかもしれないんだぞ、えー。まあ、分かりきってたとしても、一周見ると。 うん、決戦まで持ち込むということで投票、えー、放棄するので、えー、それでお願いします以上やっべえ昨日4つってんだからもう6つで4早くやっべえ <laughs> 議長の俺かっけー さすがに6位出そうですけどね。3番のプレイヤーは発言してください。あ,あ、そうそう、すげえ大事なこと言わせたと思う,とうん。1番さんね、6番さんは1番さんのこと人狼っつってんだよ。うん。わかるかな ?7 番さんに白結果出てますよね。で、9番さんが6番さん目線では強人なんですよね。で、4番さんが白なんですよね。あ、白なのか知らないけど。3、4人狼で見とるんだったらまああれなんだけど。 うん、ほぼほぼ俺、1番さんを黒って見てるんじゃないのって思ってるよ、6番さんは。うん、9番さん、強人だったらね。うん、って言うとっかな。で、俺が4と7比べて4っつった理由でしょ。うん、俺、言ったじゃん。強人目があったの、4番さんっつうのするしかないじゃん。そんで、4と7で比べたら7番さんの方がまだ占,い占われる価値はあると思ったもん。あの時点でね。うん だから、教授なら、あるヘイトル買いたくない4番さんするのは普通でしょうっていう話で。要6番さんです。以上。6番のプレイヤーは発言してください。ちょっとさんさん、ちょっと何言ってるか分かんない。<laughs> ちょっと何言ってんのか分かんない、うんえ。3、4人事で見てる。うん。だから9番さん占ったんだよ。だから9番さんが、えー、結局ね、9番占うが1番占うがどっちか黒で勝て言ったら、俺の目線での盤面はすげえスッキリするの。すげえクリアなの。クリアクイーンなの。わかる 例えば、9番さんを占,占うべでってで、白が出ました。はい。9番さんそうなったら俺目線は強人です。で、4番さん、まあ今回釣られてしまったけれども、4番が村かどうかわかんない。でも、4番も5だから俺は3、4人陣で見てた。だから9番さんを占ったっていとうったっていうこと。この理論わかる。9番さんが黒がたらだったら、ああ、やっぱ三3、4だったのかというふうにわかる。 あサ、キ九番さんさ、相変わらず俺がさ三四ヨ人外っていうふうに言った言葉しか <laughs> 触れてないよね。だって当たり前じゃん、三四ヨ俺占っていないんだよれだけじゃないで、サンバさんのその発言に四番さん、五番さんと。ワンチャン負けちゃうか、これ。ららいや、怖えー。 投票を始めてくだそうい,い,いやーさすがに昨日四つってんだからこれさ入れそうな気がして怖い六番を選ばれました焦らせるなーゲーム終了 村人の勝ちですまあ4当てれてよかったですね4九郎ね。いやーよかったよかった怖,ー怖かったですね。まあよかったですね勝てて勝てれば OK。お疲れ様でした GG。